ジャンボキングダムは、香港南区香港五神湾にある中華料理レストランで、香港でも珍しい水上レストランである。別名は、ジャンボフローティングレストラン。神湾に堂々と浮かぶ竜宮城のような外観の建物である。ジャンボキングダムは、ジャンボ水上レストランと隣接するタイパーク水上レストランで構成され、香港のアバディーン構内のアバディーン。 南大風シェルターの有名な観光スポットである。エリザベス二世、ジョン・ウェイン、チャド・ガービン、デビット・ボーイ、トム・クルーズ、グミニス・パルトロー、チョウ・ユンファ、スティーブン・チョウ、コン、リーなど、3000万人以上の訪問者が訪れた。フィリピンのマニラ湾にもジャンボ・キングダム・マニラがあったが、8年間のみ、営業して閉鎖された。ジャンボ・キングダムは、 香港証券取引所に上場しているメルコインターナショナルデベロップメントリミテッドの一部門である。新型コロナウイルス感染症の影響で客が激減したため2020年3月3日より休業している。第二次世界大戦直後、台風シェルターに水上レストランが登場した。シーパレスフローティングレストランは後にオーストラリアに売却された。 ジャンボキングダムは1952年に設立された。1971年10月30日、店内で火災が発生し、開業前に34人が死亡、42人が負傷した。1976年10月からスタンレー法によってリニューアルを手掛けられ4年後に再開した。3000万香港ドル以上が設計と構築に費やされた。 元々は古代中国の宮殿の様式で装飾されていた。2000年、2隻のタグボートで宮殿の一つをアバディーン港からマニラ湾の湾港まで運び、ジャンボキングダムマニラと改名した。元の古代中国の公共様式の改修は多くが維持された。しかし、マニラ店は2008年に閉店した。2003年には数百万ドルの大規模な改修を行っている。 2019年に入ってから、香港民主化デモの影響で、観光客が激減し、従業員の半数を削減し営業時間を短縮するなどの経営改善策を実施するものの、2020年には新型コロナウイルスの大流行で改善の見通しが立たず、2020年3月3日より一時閉店を決定した。再開の見通しは立っておらず、事実上の閉店とみられる。 ジャンボキングダムの4階には、香港の伝統食品エリアが設けられており、SO、OK、k コーヒーショップと名付けられている。サンドイッチ、ホットドッグ、ヌードル、ソフトドリンク、コーヒー、紅茶などのファーストフードを低価格で提供している。アメージングレースのオーストラリアラウンドで、初シーズンとアメージングレースアジアのいくつかのオープニングでも特集されている。英国のミニシリーズ、 ノーブルハウスでは火事で破壊された。ビデオゲームスリーピングドッグス香港秘密警察では架空の香港においてジャンボキングダムをベースにした水上レストランを舞台の一つとしている。ジャンボキングダムへはアバディンプロムナードまたはシャムワン桟橋からシャトルボートで無料でアクセスできる。ありがとうございます。